6月24日は、グレゴリオ歴で年始から175日目にあたり、年末まで、あと190日ある。100年戦争、スロイスの開戦。イングランドが正海権を握るアメリカ独立戦争、ジブラルタル包囲戦始まる。画像は9月のヨースイタリア統一戦争、ソルフェリーノの戦い。この戦争で、アンディ・デュランが、赤十字活動を開始。画像は、記念碑。 広島戦争、クストーザの戦いシャムの立憲革命ベルリン封鎖始まる。不遇の発明家、アルプレヒト・ベルブリンガー誕生歴史画家、ヤン・マテイコ誕生。画像は、スタンチクと、ガムラと作家アンブローズ・ビアス。象徴主義の画家ヒューゴ・シンベリー誕生。画像は、傷ついた、天使プロ野球選手、ヨナミネ・カナメ。日本の野球伝道入りを果たした。 唯一のアメリカ人選手哲学者、ジュリア・クリステバ・ギタリスト、ジェフ・ベック名の初代皇帝、主現象没ローマ教皇アレクサンデル6世の諸士、ルクレツヤ、ボルジア、三熟熱で没フランス第三共和制第四代、大統領マリー・フランソワ・サディカルノー、在職中に暗殺単語歌手、カルロス・ガルデル、飛行機事故で、没、昭和の歌姫、歌手、ミソラ・ヒバリ西洋派ネサイ、 画像は、フランチェスコ・トレビザーニが、キリストに宣令を施すヨハネ・カラボボの戦いで、反乱軍が、スペイン軍に勝利し、ベネズエラの独立が決定。ありがとうございます。